新ロマン主義音楽は19世紀後半から21世紀のクラシック音楽において見られるロマン主義音楽の再生、復興、用語のいずれかをもくろむ音楽思想によって作り出された音楽作品を指す。新ロマン主義という語は西洋音楽史の他の時代区分と同じく文学史並びに美術史からの借用概念であるが、用法はそれらの場合と異なっている。 西洋文学史や西洋美術史において、シンドマン主義とは、後期ロマン主義の時代から次の時代への移行期を指す。西洋音楽史においても、このような意味や文脈で、シンドマン主義という概念を用いる例がなくもないが、口述するように、この事例については、通常は別の語を用いる。西洋音楽史において、シンドマン主義とは、19世紀において、フランツリストや、 リハルト・ワーグナーに代表される、新ドイツ学派と、その影響下にある音楽を指す場合と、20世紀において、ロマン主義音楽が一旦収束した1920年代以降に、ロマン主義音楽の復権をもくろんだり、あるいは表面上、伝統回帰と見せかけるような創作姿勢を取ることを言う場合とがある。注意すべきは、20世紀における、新ロマン主義音楽は、 単なる現代を音楽に対する保守反動とは言い切れない面もあることである。なぜなら、シンドマン主義音楽を目指した人々は、戦後の欧米におけるアバンギャルド中心の芸術音楽のあり方、とりわけ、聴衆の存在を無視した極端な作家主義や芸術史上主義に対して疑問を投げかけているからなのである。19世紀後半のドイツ語圏で主流となった、 クラシック音楽の一大勢力のことを新ドイツ学派という。そしてこの人たちの音楽家としての気質や傾向を漠然と新ドマン主義ということがある。19世紀後半にベートーベンに対する個人崇拝が強まるとともに、ドイツとオーストリアにおける気楽曲創作の停滞と衰退を引き合いに、評論家から音楽界の堕落を嘆く意見がしきりと出されるようになった。 音楽評論家としても、顕筆を振るったシューマン、ワーグナー、リストもこうした思想の中心人物であり、音楽史における進歩主義的発想と音楽と文学の相互関係を力説した。こうしてワーグナーとリストを主軸として形成された勢力が、新ドイツ学派なのである。しかし当時彼らは、ロマン主義音楽を再生させる尖閣者とみなされたため、新ドマン主義と呼ばれていた。 ワーグナーやリストの直接の弟子から新ドイツ学派の異発を継ぐものはロイプ家やドレーゼ家を除いてほとんど現れず、グスタフ・マーラーやリヒャルト・シトラウス、フーゴー・ボルフらによって学派の最後の効果が挙げられた。ちなみにマーラーとボルフはブルックナーの門弟である。アントン・ブルックナーは作風や創作姿勢において文学性や表題的要素が見受けられないものの、 半音外技法や拡張された調整、長大な旋律、巨大なオーケストラを用いたある種の音色操作といった特色において、新ドイツ学派の巨匠と共通点を有しており、しばしば新ドイツ学派の一員に数えられる。また、ブルックナーを、保守主義、伝統主義の立場を取ったヨハネス・ブラームスと対比させ、新ドイツ学派の進歩主義から、 公共局を復興させた大建物と評価することもしばしば行われている。新ドイツ学派は19世紀初頭に生まれたリストやワーグナーと19世紀後半に生まれたパーラーラとでは歴史的に果たした役割が異なっている。前者は正規ロマン主義音楽の体現者であり、後者はロマン主義音楽存亡の時期に 一方においてはその絶え間ない革新者であり続けながら、同時にロマン主義音楽の擁護者も兼ねなければならなかったので、ある。リストやワーグナーは、音楽を軸とした、総合芸術を訴え、そなた形式からの離脱や、調整の際限ない拡張を推し進めつつ、音楽の自律性や抽象性に疑義を呈した。リストとワーグナーは、未来の音楽を標榜しており、 進歩主義内しは、求進主義に勝って、同時代の音楽に一石を投じようとしていた。マーラーや、リヒャルト・シュトラウス、ボルフラは、リストやワーグナーの裁判人に作曲活動に入っており、この二人の実験があらかたし尽くされた後で、ロマン主義音楽に残された最後の可能性にかけた作曲家であった。しかし、マーラーの死後、リヒルト・シュトラウスは、やがて学劇、バラの騎士において、 モーツァルトへの回帰やロココ守備を嘘吹き、より温暖な方向に転換してしまう。進歩的な作曲家集団としての、新ドイツ学派の歴史的役割が脆く崩れた瞬間であった。調整破壊に向けて革新的な一歩を歩み出したのは、アルノルト・セーエンベルクを指導者とするシン、新ウィーン学派であった。彼らは、マーラーの最晩年の時期にはすでに無調音楽を作曲し始め、 ここにおいて、新ドイツ学派と新ウィーン学派の世代交代が行われた。したがって、20世紀前半の新ロマン主義音楽とは、ロマン主義への復帰を意味するものではなく、文字通りに新しくなった、ロマン主義という意味だったのである。ロマン主義が新しくなったと前提することは、ヨーロッパ中心のロマン派音楽の時代が一旦終焉したことを認め、証明するものであった。 それでもなお、20世紀において、同時代のモダニズム音楽の人間不在を嘆き、芸術音楽に人間性を回復しようと目論んだ姿勢を見落としてはならない。伝統的、通俗的な音楽語法への回帰という発想の有無を除けば、同じような批判は、メシアンやジョリベラの同時代の作曲家とも共有される側面があったからである。九百二十年代以降に、 ストラビンスキーやヒンデミット、フランス6人組を中心として、新古典主義音楽が盛り上がり、モダニズムの作曲家たちが、国際現代音楽協会を起こして、互いに連携を取り合う中、最後のロマン主義者が共同して、それに対抗しようとする動きは、全く起こらなかった。またエドワード・エルガー、ジャン・シベリウス、セルゲイ・ラフ・マニノフラは、ほとんど、第一線から退いていた。 一方で、19世紀末から20世紀前半に生まれたより若い世代の中に、ロマン主義音楽の伝統に忠誠を誓おうとする作曲家が現れた。特に、アメリカ合衆国の出身、あるいはアメリカ合衆国に亡命した作曲家にこの傾向が見られた。例えば主な顔ぶれは、ハワード・ハンソン、エイリヒ・ボルフ・ガング・コルンゴルト、サミュエル・バーバーであった。 その多くは早熟で、1で、十代で作曲を始めており、長じてからもなお、昔から馴染みのある音楽語法に忠実だった。コルンゴルトやバーバーに、明らかなように、だからといって決して顔面な保守主義者ではなく、同時代のモダニズムに自出し、それを程よく取り入れてもいる。しかしながら完全に、新音楽に切り替えるより、自分にとって自然と思われた音楽語法や、 作曲技法を成熟させることを良しとした。旧ソ連と東欧におけるその衛星国では、スターリン体制以降、社会主義リアリズムが巨国一致のもとに推進された。社会主義リアリズムの音楽とは、共産党の指導のもとに推奨された、大衆的で通俗的な性格の芸術音楽のことであり、手早く言うなら、19世紀後半のわかりやすい。 国民学派の音楽様式に回帰することにほかならなかった。19世紀のロマン主義音楽は作曲家自身の主観が反映されているのに対し、社会主義リアリズムの音楽は決まりきった枠組みが他者に決められた上で情緒的に響くように指導されて作られたという点において確かにこれも新しいロマン主義であると言えた。しかし、 かなり盗作したロマン主義であったことも事実である。死の直前のプロコフィエフの石の花などはそれである。ニコライ・ミアスコフスキーは、ソ連において社会主義リアリズムが公式に採用された1932年の直後にあたる1933年の公共曲第13番ではまだ近代音楽の様式に接近していたが、 スターリン体制による社会主義リアリズムの推進が強まると以前にも公共局第6番で示していた社会主義リアリズム路線を強め火星を保守化させていったその中でも可用性を手放さず西側が前衛一式になる中で孤立した新ロマン主義音楽を書き続けたスターリンの死後に活動を開始したアルフレート主義トケは初期には マーラーやショスタコービチ、シン・ウィン学派に影響を受けつつ、無調と表現主義音楽的な作風を追求したが、後に、政治的な強制によらずに、自発的にポピュラー音楽からの引用や、超的、先方的な要素の回復へと乗り出した。このような様式は、多様式主義と呼ばれ、もはや社会主義リアリズムではなく、音楽におけるポストモダンであり、 後日の現代を音楽におけるシンドマン主義の一環として扱われる。戦後西側における前衛音楽の盛り上がりと滑況の後、1960年代末のその停滞に伴い、調整や伝統形式、明確な旋律要素の顕在化への回帰が試みられるようになる。当初、調整復活の背景には、ミニマルミュージックの影響とベルント・アロイス・チン・マーマンの諸作品や、 ルチアーノベリオのシンフォニアに見られるような引用技法やパロディとしての過去の音楽の利用があった。こうした傾向も批評家たちからシンドマン主義と呼ばれた。その後は伝統回帰が露骨な作曲家、伝統と現代性の折衷により近代音楽的要素を提した作曲家、民族音楽やポピュラー音楽、商業音楽を中立ちとして火星と旋律を再発見した。 作曲家といった相違が見られる上、作品、またはジャンルごとに、伝統的な音楽語法と現代的な音楽語法を使い分ける作曲家も少なくない。また長木誠司は、1970年代中央には、実際はかなり違う作風のポストモダンの傾向を持つ、当時20代の若手作曲家たちに、シンドマン主義、新調整派、 新しい単純性などの共通のレッテルが貼られたとしている。新しい単純性に関するカテゴリー。ありがとうございます。